基本的には感染者一人出ると、感染者一人出ると、そのご家族ですね、ご家族で、濃厚接触とかね、濃厚接触者になる、なので、それが、要は新規感染者が多いと、もうこのような状態になるんですよね。お一人こう感染者が出ると、こう、で、その、この大きな丸が、ご家族っていうことです。はい。ご家族一人感染してるって中で、まあ、お二人感染してるってこともありますけど、その、検査の時に、もう、お二人感染が判明しててっていうこともあるけど、で、今、おそらく、その、県内事例の濃厚接触者で分かってるのって、まあ、この時の方の濃厚接触者とかね、要はまだ、その、ある家庭で一人が感染したことで、この濃厚接触者のね、ご家族の濃厚接触者の検査が、こう、まだやってる方もいらっしゃるんじゃないかなという感じかな。20名とか30名の時とかね、十何名とかの、結構、新規の数としては多い時の方の濃厚接触者で、なってくると、ご家族5名とか3名とか2名とかね、いろんな、何人家族っていうかね、いろんなご家庭はあると思いますけど、そうなってくると、濃厚接触者のもう母数が多くなるよね。ってなると、それは感染者、出てくると思います。はい。濃厚接触者ね、ってこうなると、うん、例えばこの、1、2、3、4、5、6、7ね、7世帯で、例えば、30人とかね、濃厚接触者が出てくると、まあ、お一人、お二人、三人とか、ちょっとわからないですけど、感染者って出てくると思うんですよ。要は母数、その、検査対象の母数が多いと、その分、陽性の方が出てくるよねっていうお話です。はい。で、そうなると、うん、ここでお一人、お二人って出たりとかね。うん。で、ここでお一人出たりとか。多分ここで。うん。あとは出なかったとかね。っていうこととか、あとは出ませんでしたとか、ね、お一人感染したけど、他の方は感染してなかったっていう事例もあると思います。そういう方もいらっしゃると思いますけど、で、こう、ポツポツこう出てくると、要はその、家族の数が多いから、で、その人数も多いから、それは出てくるよって話。今、おそらくこの状態じゃないかな。この状態だから、感染者が、多かった時期があるから、うん、お一人が感染されるとこのようになるんですよね。これが、例えば、新規感染者が30名出たですね。30名出たとして、で、その30名の方がそれぞれね、その別の世帯っていうか、ね、別の家族になると、これが30個できるんですよ。わかりますよね。ってなると、濃厚接触者ってすごくたくさんになるじゃないですか。で、そうなると、まあ、その、3日後とか、1週間後とかになってくると、それは感染者出てくるわねっていうことです。母数がもう、とにかく多いから。っていう、今、状況じゃないかな。だから、今、その、感染者が、ちょっと少なめになってきてるけど、その中でも、県内事例の感染者、濃厚接触者として検査してっていう方が多いんじゃないかなって思います。はい。要は何が、なんて言えばいいのかな。このご家族での感染のその検査とかが、要は引きずっとるってことだよね。まだ終わってないってこと。お一人が感染したことで、その検査が、まだ家族の検査が終わってないとか、っていう方が結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうには思います。はい、でそこで出たっていう感染者が、その新規感染者のところで、県内事例の濃厚接触者っていうふうに出てくるということだと思います。はい。で、そうなってくると、まあ、それはそれとして、で、あとは、個発事例の方ね。その感染経路不明の方。県内事例の濃厚接触者の方ではない方。ってなると、そうなるとまた新たな感染ルートっていうことになるので、この方々は、要は感染ルートはもう、大体、分かってるってことです。このバツの方が、要は最初に持ってきた方っていうことなんですけど、要はその方からでしょっていうことになるよね。家庭内感染だと。なんですけど、感染経路不明っていう風になると、また新たにできるって言って、感染経路不明の方がこう出てくると、また新たにできるっていう感じかな。
だから、この感染経路不明の方をいかに減らすかっていうのもかなりあると思います。はい。で、特に、その県内事例の濃厚接触者ということで、家庭内感染っていうのは結構しゃあない。しょうがないと思います。ちょっと防ぐのはかなり難しいと思います。はい。そうなんですけど、その、こっちの方ね、感染経路不明の、この不明の方の方っていうのは、どこで感染したんだろうってことなんですけど、要はどっかで感染してるってことだから、感染リスク高い行動を取ったんかもしれんし、うん、ちょっとわからないですけど、まあ、そこで、そういうところで感染せんければ、みんながね、感染せんければ、減っていくと思うよ。まだね、この赤丸の、この、県内事例の濃厚接触者の方はまだ多いので、そこを減らせば、この方たちの、関係の、あとはこの方たちの、その、感染経路というかね、この方たちも、いや、職場行っとくかもしれんし、学校行っとくかもしれんし、っていうことだよね。と、友人と会っとくかもしれんし、知人と会っとくかもしれんし、ってことだから、要はそういうところで、感染どっかで止まれば、これも終わるんですよね。ここも一応、感染、ここでのコロナは収束するんですよね。ってなると、どんどん減っていくと思います。例えばこの家族ね、この家族から、新たにこの、新たな感染者、こうね、こう感染して感染してっていうふうに。ってなると、またここで、家庭内感染というふうに、ご家族の方が濃厚接触者になるということです。はい。ということになってくるから、要はそれをいかに止めるかってことだよね。うん。だからそもそも、人との接触、ここ、接触しとるってことなんですよ。要は、別世帯っていうか、別家族っていうかね、要は他人だよね。うん。一緒に住んどらん人と、要は接触しとるから、また新たな、家庭内感染とかね、ご家族が濃厚接触者になったり、この方が感染したりってことになるから、それをいかに、接触せんかってことなんで、ね。うん。だから人との接触を控えましょうって言ってるの。これが起こるから。っていうことです。これをいかに、減らして、家庭内感染が起きたとしても、そこで何とか収束させることによって、それを、どの感染ルートでもね、やると減っていくってことですね。ここがどんどん減っていくと思います。で、そして新たな感染ルートを作らないことだよね。うん、要は、個発事例の方でポッて、で、ご家族が濃厚接触者になってっていうことだよね。で、そういうふうにならないようにしていかない。だから家庭内感染を防ぐのはもうかなり難しいと思いますので、とにかくここやね。うん、他人と、なるべくっていうかね、極力接触せんことやね。接触せんかったらある程度、感染リスクを抑えられるから、っていうことなんですよ。だからソーシャルディスタンスとかって言ってるんですよね。リモートワーク、テレワークって言ってるんだよね。職場とか、行くと、要は、感染っていうかね、うん。要は職場内感染の事例もあるので、ってなると、要はこうなっちゃうんだよね。で、新たな、ご家族の濃厚接触者っていう。で、どんどんなっていくので、それをいかに止めるかってことです。なので、人との接触は今ちょっと我慢しましょうってことです。はい。で、あとはこの不明の部分ですね。感染経路不明の部分も、ちょっと、感染せんようにね。ここはまあ、市中感染とかなってくるのかな。まあ、それもちょっと感染せんようにってなかなか難しいんですけど、まあ、それを防ぐっていうのは、要は、外出の自粛になるかと思います。はい。まあ、それで市中感染というのはある程度抑えられるのかなというふうには思います。外出の自粛というか、短時間の外出をすることによって、外出したとしてもね、したとしても、そういうことで、感染が、まあ、抑えられるという可能性もあるのかなと思います。なぜ、基本的に人との接触っていうか、要はここなんで、だと思います。一応、物とかね、そういうのもあるそうなんですけど、はい。まあ、それも、なんだろうな、テレワークできる人はテレワークした方がいいと思います。
要は通勤してそこでいろんな要は共通のものを触ったりとかっていうふうになると要は物の感染っていうふうになるから、それを防ぐためにもリモートっていうかね、テレワークっていうのはかなり有効だと思います。この人との接触もないしっていうことだよね。要はインターネットによっての接触だよね。っていうのはそれは感染せんよね、さすがに。コロナウイルスがインターネットっていうかね、ネットをこう介してこう感染するとかないよね。スマホから感染するとかっていうのは、それはないと思いますので。だから今は直接の接触っていうよりは、そのテレワークとかそういうもので、ネットでの、まあ、交流というか接触っていうかね、の方がテレワークっていうか、いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、僕もそれは、進めていかんならんなと思います。はい。ということかな。そういうことで減っていくっていうこともあると思います。だいぶ抑えられるんじゃないかな。今、とにかく本当に、このご家族のね、これが多分多いと思います。で、本当、解説してても、家庭内感染多いでしょ。だからこれが多いんですよ。この、もう母数が多いんですよ。母数が多いからそれは出てくるよねっていう。まあそういうお話だと思います。ちょっと長々とすいませんでした。はい。ということですね。そうそう。まだ響いとると思うよ。そう、32人出たとしたら、まあ単純に言って、32人の方のご家族の方が濃厚接触者になるからねっていう。要は感染しとくかもしれないねっていう疑いが出てくるってことや、ね。で、もっと言うと、そのご家族の職場とか学校とか、要はそういうところだよね。職場、学校とかを行き来、要は通勤、通学してる人は特にそういうふうになってる。で、その方々がもし感染しとったら、そこからまた新たなご家族ができるっていう。できるっていうかね、濃厚接触者があるっていう。もうそれがずーっとなってるんじゃないかなと。だからそれをどっかで止めんならってことだよね。この方は感染してしまったかもしれんけど、ここだけでってことだよね。さらに他のご家族とかっていうふうにならないようにせんならなんてことだよ。ということです。